林空タウンは大阪府泉佐野市、田尻城、仙南市の沿岸部に位置する大阪府の副都心の一つ、海上空港である関西国際空港の開業に合わせて大阪府企業局などが空港対岸の沿岸部を埋め立て造成して誕生した名称は空港を望む林空から公園、緑地、道路等を含めた総面積は318.4ヘクタールで、 うち129.7ヘクタールの産業用地は、商業業務、流通、製造、加工、住宅関連、空港関連産業、工業団地の5つのゾーンに分かれている。林空タウンと対岸の関西国際空港地名は、泉佐野市域が国道481号を境に、林空往来北と林空往来南、田尻町域が田尻川を境に、 林空ポート北と林空ポート南、沿南地域が林空南浜となっている。造成は大阪府により6000億円の費用をかけて行われた。造成後を見越し、バブル景気のピークである1980年代末から1990年頃にかけて関西国際空港と空港連絡橋を隔てた台湾の泉佐野市の海岸沿い地域に スカイゲートブリッジのゲート的な役割を果たす二棟のツインビルを筆頭に50棟を超す超高層ビルや百貨店などを建設する壮大な計画が立てられた。しかしバブル崩壊後の1991年から1992年にかけて次々と計画が凍結され、結局バブル崩壊直後の1991年より、 先行的に建設プロジェクトが開始されたツインビルの北側の一棟がリンクゲートタワービルとして完成したのみとなった。当初は全ての用地を大阪府の第三セクター会社などを通して分譲する予定だったが分譲が進まないため2001年8月に大阪府はリンクタウンの活用方針と事業計画の見直しを策定して産業立地政策姿勢として 企業誘致方針を明確化するとともに分譲価格の大幅に下げ、定期借地方式の導入などを進め、また2003年12月には、事業用地の定期借地権方式の本格導入も進めた。その効果もあり、1997年以降、工場や臨空プレミアムアウトレット、山田電機、ニトリ、スポーツデポなどの大型店が出店するなど、企業の進出ラッシュが起こっており、 にぎわいを見せている。福都心という構想とは離れているが、構想住宅の建設計画もある。また約7.6ヘクタールの商業地に、大和ハウス工業による職業体験型テーマパーク、大観覧車などを集めた複合商業、リンクープレジャータウンシーケルが2007年12月8日に開業した。また2008年4月には、航空管制艦等を要請する。 国土交通省航空保安大学校2009年には大阪府立大学リンクルキャンパスが相次いで開校している。以上の結果産業用地129.7ヘクタールは2003年頃に45.7%だった契約率は改善し2014年10月の時点で民間公共施設合わせて97.5%が契約済みとなっている。特に流通 製造、加工ゾーンは空港に寄港時の完成とアジア地域の経済発展による国際航空貨物の取扱い量増加を背景に設備投資が続いたため契約が急激に進み100%が契約済みとなっている。また町開き以来分譲が進んでいなかった林空タウンに北側の商業業務用地でも2012年から2013年にかけて契約が進み100%が 契約済みとなっている。大阪府では2012年3月に臨空タウンのさらなる活性化に向けた街づくり戦略プランを策定し、難治癌等の先端治療を行う医療機関を集約する国際医療交流拠点構想やアニメゲーム、造形等のポップカルチャーのコンテンツ産業を集積させるクール2013年10月にはロート製薬が 医療ツーリズムの拠点として、外国人患者にも対応する高度癌医療施設の建設用地を購入するなど、具体的な動きも見えてきた。ただし、クールジャパンフロント構想は、事業者の公募を行っても応募者がいなかったことから、事業継続を断念し、代わって、国際基準の通年型アイススケートリンクの建設が、検討されている。2019年2月28日、 大阪府は最後に残っていた約1.2ヘクタールの区画の売買契約を締結、契約率100%を達成した。リンクータウンの街並みは多くの集客で賑わう近未来的な集客都市空間であるとして、大阪ミュージアム構想に登録されたほか、関西国際空港とともに大阪街並み百景にも選出されている参考事業。 経過ン空ゲートタワービルン空プレミアムアウトレットン空公園毎年2月に開催のフルマラソン大会でゴール地点となっている中部国際空港の対岸にあるありがとうございます